やりましょう格闘技通通信イエーイ <laughs> ゴールデンウィ前明日パンクスあります <laughs> さあ今週のおしゃべりテーマ今週僕,僕的には結構意外にしゃべってるのいっぱいあるそうですね、まあ U いや、もう、本当に、これも、ね。ついにね。これ、日本が今、もう、めちゃくちゃやられてますからね。あっという間ですよね。あっという間。あえ、五十。ああ、平さんのデビュー。ああ、そうですね。ああ、いつか、ああ、この後か、だったら、もう、ついに。いや、本当ですよね。四か月。で、さ、さらに、パンクラスで、木下雄作選手と、つ、釣りやり。参戦。もう、これ、この二人、も間違いなく。 日本の格闘技界必ず背負いますよこれもまず背負うなっていうそうですね鶴屋選手と平良選手って仲良しですよねあ,あそうですね,ですよねはいあのパラエストラ,パラ,エトラあの沖縄と、はい、そうですね鶴瓶さんの息子ですよね、まあ、でさらにパウンドストームが日曜日にあって、うん、まあ人は入ってたし <laughs> まあ <laughs> お客さんの質がもう全然違ってもうマジで違うなっていうもうマジであれすごいよつギャ,ギャルというかその綺麗な女性ああ綺麗な人からまあ、うん、女性の年齢の年齢層はすごい幅広いんですけどはい、はい、でもやっぱり若い人なのかな、はい、さあら ブれですか？8人で女子とかです。いやいやもう8人女子じゃないですか。こ <laughs> れは会場に行くのも楽しいってと。<laughs> 僕はあのー、<laughs> あれだってでも会場楽しいんじゃないですか。はい、ただなんかこうちょっと柄悪い人い,い,いましたね男の軍団で結構聞こえてくるなんかあの。<laughs> 女性の、あのー、ファンが多いんで、うん、男のなんかちょっと柄の悪い声とかが、ちょっと聞こえてきたりするんですよ。うん、<laughs> <ル>結構通るんですよ。で、ね、あちょっとあんま、うん、いやなんかもうぼ僕からすると、ちょっとじゃあ、パウンド・プストームの話からにしましょうか。<laughs> パウンド・ストーム僕結構、結構楽しめたんですけど、やっぱり、ね、格闘技不安で、うん 柄の悪い人たちはあれ行っちゃだめだなと思って <laughs> あの何ていうんですかね、うん、僕の中でパウンドストームって本当に僕は結構大事なイベントだと思ってて、うん、それなぜかっていうと、うん、格闘技普段格闘技見ない大勢の人たちに格闘技を見せれるチャンスだなっていうだかこう何んですかあの展示会みたいなもんですよね。うん だから新たなお客さんを見つけられる最大のチャンスで雷神、はい、とかってもう格闘技好きな人だし、はい、まあ雷神で雷神もやっぱり地上波でやってる時っていうのは、はい、あの格闘技見ない人たち見るじゃないですかあれも、あのー、すごくこう頑張らないといけないイベントなんですけど、はいうん、でもあれって格闘技好きな人も見てるから。はいうん 基本的にはなんか格闘技盛り上がってるところの空気に空気を見てああなんかすごいものやってるなっていうのを巻き込めるじゃないですかはい、はい、あの雷神ってね、うん、でももうパウンドストームはもう完全に LDH LD のファンの人のところで僕ら やらせてもらう感じなんですよもう本当になんか本当にこんなに大勢人集まってるところでこんなにすごい大勢集まってるところでいいよお前ら格闘技やってこの中でお前らがいい試合やってどれだけお客さん持ってけるんだっていうようなもうほんとそんな感じなんですよだから僕からするともう,もうマジでみんな頑張ってると思うしなんか本当 格闘技の嫌な部分絶対に見せないでっていうなんか <laughs> もう,もう血は出ますけど、ね、もう血は出るけど血は出るしょうがない血は出るのはしょうがないけど普段以上にその…もう女性ばっかだしもうおらつかないでともう絶対おらつかないでと思うしその…なんかこう汚い部分なんかこうあの「お前らどうせあやなやつ強くねえよ」とか。 僕らから見るとちょっと面白いなんか卑屈だったりその人間のドロドロした部分が出てくると僕らは面白いです格闘技ずっと見てるから。でもドロドロしてる部分ってもう全然見てない人から見たら全然全然格闘技に触れてない人があんな勝った後に。 あいつ弱えとかって言うのって絶対良くないじゃないですか。なんでそんな傷つけるようなこと言うの <laughs> 僕があの全然見てない世界、ドラマとか見てめっちゃ人のことをそ,れそんなに言うっていうやついたら絶対嫌じゃないですか。そんなに文句言うのとか。全然普段見てないんだけど何この、何このドラマ。ちょっと必要以上に人のことけなしすぎじゃないとか。あとはなんかこう。 結構すっごいオラオラしてんだなとかっていうのって普段、はい、<laughs> 見てない人からしたらあれですよ、ね、普通のオラと違いますもん、ね、普通のオラと違うんで、はい、なんかあのアイドルがこうバッてやるのとじゃなくて、はい、結構本当に強い人が本当に本当にムカついて本当にオラついてるように見えるんですよ。はい <laughs> <laughs> それに慣れてないぐらいの子がきっと多いってこと思う、ね。きっとっていうか、もう絶対多かったんですよ。ゴーラぐらいは耐えられない。いやもう絶対なな、<laughs> 絶対あれだったんで、もう僕僕は本当にその、はい、普段見ない人たちに絶すごく見てもらえるから、はいはい、ここでどんだけ引っ張れるんだっていう気持ちは本当に強かったんで、<laughs> もう本当に強かったから僕はうちの選手たちには、はい、もうあの。 絶対オラつくなと。<laughs> あと、あの、記者会見とかあっても、はいはい、絶対に、はい、あの、なんか、喧嘩売るようなことすんなよ、って。ここは普段と違うから、よ、よそ,とちよそ,よその家に来てるからはい、はいで、全然お前のこと知らないやつで、あ、お前っていう格闘技っていうのは興味ない人たちがオラオラしてると嫌じゃないって,って。だから、相手をた,たえながら、相手をた,たえながら、 相手をたたえつつ僕のファンになってくださいっていうような、はいはい、あの、形が俺は一番いいと思うよっていうようなことを言ってたんですよね。あまあ、LDH のファンも、俺は俺はの人好きだけど、多分、それは、そんなさわ、爽やかオーです爽やかオラですしかも、<laughs> しかもですよ、あの LDH のファンの人たちは格闘ドリーマーズ結構見てるんですよ。はいはいはい。そうそうドリーマーズの、うん もう主人公的…セカンドシーズンの主人公的な役割の鈴木孝也君にオラオラするようなやつなんでもうむちゃくちゃヒールになっちゃうんですよもうでそんなむちゃくちゃヒールになったら勝ったとしても絶対ファンにならないですよ勝ったとしても応援する気にならないようなやつなんかクソって孝也君負けちゃっただけになるような選手になっちゃうとお前きついよってだから勝った後にああの子 高谷君に勝ったけど、うん、なんか感じいいねって思われればお前不安になるじゃんみたいな、うん、<laughs> だからあんまりほんと言うなよって言っててほ、うんれで、まあ本当に空気見たらもうマジでそうなんで、うん、本んにもうだからうちのカイトが勝った時とかもなんかこうちょっとこうまあそうですよね。 主人公的なやつが負けて、はい、であの何んですかあのカイトと鈴木孝也の試合って、はい、格闘技ファンだったらすげえ面白くないですかです、はい、結構打ち合いに行って、はいあのー、僕はまああの完全に僕ら、はい、もう予定通りの試合し鈴木孝也君の技術だったらカイトの方が絶対打撃強いなとってだからもう前半まあ ぐいぐいプレッシャーかけて、うん、もうキックボクシングで行けって、うん、そしたら、高谷君あの MMA の形で来るんで打撃うま、ん、い,いんですけど一発目もらっちゃうんですよね海人、うん、とか、うん、見づらいパンチ打ってくんでそれでちょっとパンチもらってたんですけど、うん、でもプレッシャーかけていったら絶対バテるなと思ってたんでそれで結構こう前半やられて後半もう後半になるにつれてこう差が出てくるみたいな。はい 結構それってすげえ面白いじゃないですか。前半やられてるやつがじわ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 押してって、ひっくり返してって、もう多分見てる方からしたらめっちゃ面白くない試合が面白かった。めっちゃ面白いじゃないですか。会場を、鈴木孝也んが負けそうになるんですね。なんか、ざわざわ、ざわえへへみたいな空気なんですよ。普通だったら、おぉーみたいになるところで、わーみたいになるところ、へへへみたいな感じなんですよ。それで、 勝って僕はまあ思ってた通りというかなんでやっぱり全然うわーみたいななんですよなんかうわーみたいなあーみたいななんかあーみたいなそんなあの感じなんですよだからもう僕はもうすぐにカイトが喜んでるのを見てすぐに。 かって落ち着けっつっやめ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 な今日やめとけっつっ <laughs> 言ったんですね。そう <laughs> もう一回見直してるのか。やめ <laughs> やめな,やめなっっ落ち着けっていう声入ってます <laughs> 僕はかえな落ち着けっっその声は <laughs> あのちょっと入ってさすやっぱ僕声大きいんでああ <laughs> それで入っててその後まあやめやめなけつって,って <laughs> <ん>あセリさんありがとうございます。ありがとうございます。はい。 ありがとうございます。川村選手ものう。競馬にしてます。ありがとうございます。でまあやっぱりそのね展開になってでまあやっぱりそうやってななったんですよ。これで二試合目、スソン選手とメイソン選手っていうパトリックの弟ね。すっげーいい試合すっげーいい試合だもうめっちゃいい試合だったでしょ。前半あのもうスソンが、サルラン最高ですよ。そう。でサルランドメイソンが。 追い上げるんですけど、ちょっとスタミナ切れて、もうちょい行けよっていうところで行ききれずに、うちわーって、すげえ試合だったじゃないですか。あれも、なんか前半はーって引いて、で、後半がーって攻めて、わー、わーってなって、なって、でもなんかこう空気的に、あ、倒しきれないんだみたいな、あ、あーみたいな、えー、これ負けちゃうのみたいな空気なんですよ。 会場のですね会場の空気が。そうで見ててでも僕はもう解説しながら会場の空気がこれメイソンってセカンドシーズンで鈴木孝也メイソンってもう2枚柱ですよ2枚柱。そのあの2枚柱がこけるみたいなええーみたいになって。 この二人、多分、おそらくですけど、LDH 側からしたら、主催者側からしたら、メイソン勝てると思ってたと思うんですよ。で、鈴木隆也もおそらく、僕は勝てると思ってたと思うんですけど、でもまあ、そこに関して言うと、内はも全然勝てると思ってたんで、そこはごめんなと思ってたんですけど、多分、 あの鈴木孝也君に関しては、うん、とメイソンに関しては、うん、おそらくいけるっていうちょうどいい試合になるみたいな選手を選んだと思うんですよ、うん、だけどこけちゃったんですよ、うん、僕もそこはいけると思ったら、うん、こけたんですよ、まあす,うん、すごくいい試合して、うん、だけどこれあれですからあのもう完全にの、うんうん アーティストが応援して協力した番組の出演者の出演者側が片方ガーッと並んでるんですよ。で、それの2大エースが最初にこけたんですよ。で、うーわーと思ってこれもうマジで、この、で、そっから結構きついマッチメイクなんですよ。で、これってちょっとまずいぞと思って僕は2枚負けたところで、あ、これもしかしたら、これ。 先輩あると思ったんですよはい、はい、思ったよりもやっぱりちょっと差があるぞってでそっからはそこからそれスソンとあのうちのカイトって言ってみれば、うん、デビューしたての結構強いやつなんですよ。うん、デビューしたての強いやつででもカイトに関して言うとすげえ強いんですけどだからポカやっちゃってて、うん、似合いしてるんですよ。うん で、だから強く見えてないんですけど、強いんですよ。うん、でそこで、デビューしたての強いやつに2敗して、うん、その後その後続くのが、うん、結構強い、強いやつなんですよ。うんうん、だから、その後多分、あの、三上大地君がやったのが岩崎大河って、うん、もう、重量級でいったら、全然、ここからもう、まじすげえ上いくぞっていう。うんうんうん もうマジで期待のホープみたいな、もう全然強いやつなんですよ。うん、で、それと三上大地君、いや、これきついなと思ってて、僕は。で、試合や負けた、誰だっけな。でもまあ結構強い人たちが当てられてて、ああ、そうっすね。で,す <laughs> で、で、そこら辺で負けて、で、さらにその、 そ,そこであのパトリックとかも負けちゃったじゃないですかです,、ねいいす,ね、すっげえいい試合なんですけど、ねはい、はっきり言って、はい、ちょっと僕の意見から言わせてもらうとパウンドストーム、はい、ちょっとマッチ目きつすぎたなっていう強い強いときつい相手を選びすぎたなで素材的にめちゃくちゃいいんですよ、はい、で今回やった試合って、はい、あのパトリックもランキング1位の選手 ねランキングの1位の選手、シュートのランキングの1位の選手と、はい、結構シーソーゲームのいい試合やってるんですよ、あシーソーゲームは3ラウンド追い込んだのか、1、2はやれてましたけど、うん、でも3ラウンド、結構いい感じでやってて、はい、だけど、負けちゃったじゃないですか、大佐選手に。はい、で他も結構、誰だったかな。 でもちょ誰か見,見てる人いなかったですかねもパウンド結構格上なんですよ格上とかあれですよねその割には頑張ったけど頑張ってるんですけど <laughs> <う>頑張りがちょっと伝わりにくいああれだ中村圭一郎が狩野選手とやったってで狩野選手めっちゃいい選手でめっちゃいい選手なんでで中村圭一郎君って完全にプロデビューの試合だからで多分 m m a 経験もないんですよ でちょっとこう、やからっぽい感じだから、気強いんですよ、うんえ。打撃めちゃくちゃいいんですよ。うん、で、カリノって、だってねあの、パンクラスのネオブラ取ってるし、うん、組み合わせめちゃくちゃいいんですよ。え、うん、打撃もそこそこできるんです。うん、で、中村敬一郎君、打撃で結構追い込んだんですよ。で、わーっとなったら、やっぱさすがに、組んだら、もうやっぱりもう全然差があって、うん、組んだらもうちょっと、結構差があるなっていうぐらい。うん いやーこれだなんでこの組み合わせしちゃうんだろうと思ってここもうちょいストライカーだったら中村君は俺勝ってたなと思うんですよね,ね結構そこら辺でいいだからちょっとねその僕からするとすげえいい試合多かったんですけど、うん、めっちゃいい試合多かっためっちゃいい試合ででも全員エリジ X ファイトの選手みんな頑張ってるんだけどやっぱり自力の差が出て最終的に負けるみたいな。 <え>だあれね、だからなんかこう、うん、LDH の興行なんだから、勝たせれば、あのー、すげえ盛り上がったと思うんですよね、うん、あのー、会場は、うん、本当に冷蔵庫みたいな感じでした、ね、<laughs> <laughs> 完全に冷蔵庫みたいな感じになってて、うん、いい試合するなと思って、興奮<や>したけど、いや、もういい試合だったんですけどね、<laughs> もうだから。 やっぱりあの格闘技見たことない人たちにあれはないなと思ってだから一番盛り上がったのは、うん、うちの風間が負けた時です、ね、<laughs> なるほどもうなんか完全に圧倒としてた人間が一発でパコーンっていうはい、はい、あの負け方をした時に、はい、やっぱり会場がぶわってぶわってなりましたよどねああれはもう完全に事故だったんであの試合はもうあのー。 前半に飛び膝めちゃくちゃ出してたんで風間に僕がねインターバルの時にねお前なこれ組めば絶対勝てるからってもう100で勝てるその代わり飛び膝だけ気をつけろってあいつめまあれしかやってないから怖いのはあれだけだからなよし行ってこいって言ったんですよ怖いのはあれだけだからなよし行ってこい6秒後にあれもらってました 入入ってすぐにこう入りまだからねだからあれがちょっとこう癖として、はあ、まあちょっとすぐ入っちゃうんでね、はあ、それはちょっとこうあったのかなと思いましたけどまあだ,だけど、はあ、まああのー、まああの大きい舞台でね、はあ、大きい舞台であれになんなくてね、はあはあ、あのまあおそらく。 ああいう風間って結構まあ僕はお前ちょっとすぐに入んなとかもうちょい打撃出せとかって言ったりとかしてるんですけどやっぱあいつは本当にもうあの失敗するまで気づかないタイプなんで成功するまで成功を重ねていく同じパターン重ねていくタイプなんでそのやっぱりどっかであいつを止めるとしたらそういう経験をしないこと そう多分きつかかっったなてまあもちょっと他の部分でまあでもね多分打撃を磨いたところで多分あいつはあれが続いてる間あれやりそうなんでもうどっかで「こうおい目覚ませ!」ってやっても多分「はい!」ってやっても「はい!」って言いながら多分あれをやると思うんですよ。だからやっぱあのやっぱああいう目にあってねで次大きく跳ねてくっていうのが。 まあ、あのー、かさまかなと思いますので。試合後のダメージとか、そんな。まあ、あのー、ちょっと頭が、なんか、あれですね、で、はい、って言ってますけども、今、全然平気だっていう。あ<ー>まあ、練習はまだやってないですけど、書い,はい、はい、帰った後にラーメン食ってね。あ、そう、だから、ツイートで、な、んかキャベツ食って,てるじゃない、はい。そうですね。<laughs> ラーメン行ったんですね。ラーメン行って。<laughs> ラーメン行って、どんな話するんですか?あれです。あのー、はい、あのー、お前ね。はい。 お前あのこんないろいろつらい話あったよつらい,い,、はい、い話あるけどはいろ、はい、んなつらい話あるけど、まあ、どんなつらい話とかはい、はい、悲しい話とか失敗とかでもはい、はい、あの笑い話すれば大体笑い話すると大体乗り越えられるよっていう話してはい、はい、で僕あの,高の話したんですよ僕が最近やった一番つらい話って。はいはい 妹がくなっ話笑っていいんですけどいろいら話をしてお前これまああの僕がもう一回します僕これ僕が風間にあのしたね皆さんにもこれ皆さんにも人生の教訓として伝えたい話でどんなに辛いことがあってもどんなに失敗があってもね 笑い話にすると乗り越えられるっていう話で,で僕、はい、うちの、あのー、妹がね、うんあのー、ステージ4のがんで、まあ、13年、うん、まあ本当に闘病生活で僕はあのー、で,でも結構こう日常生活してたんですけど、うん、去年の夏ぐらいにがんが動き出したっつってで結構こう家族でもちょっとこれがんが動き出してちょっとやばいなみたいな感じになってて。はい で、まあ、どうなんだ、どうなんだろうっていうところで、ちょっと家族で集まろうって言って。はいはい、で、まあ、本当に亡くなる前に一回集まって、うん、ちゃんと話しようってって。それ、うん、で、妹とか、まあ、うちの兄貴とかも全員、もう、コロナ期間全然会ってなかったです。であ、会って、で、会って、それで、まあ、妹の病状を聞いて、で、癌が動き出して、うん、結構今辛いっていう,、はい、いう話を聞いた、 3日後ぐらいの日曜日に聞いて水曜日、うん、水曜日にまあ親父から連絡来てちょっと今体調悪いっつって、うん、で妹がで、あのー、病院に運ばれたと、うん、今帰得で、うん、おそらく今夜が山でちょっとあのー、どうなるかわからないみたいな、うん、でああみたいもうめちゃくちゃ僕も、うん、あああったわっかのにっつってもうもう、うん、でもジムにいたんですけど、うん いやーと思ってて、うん、そしたらその何20分30分後ぐらいにまた親父から着信入ってたんですよ、うんはああこれも着信入ってんなもうこれもダメだなと思って、うん、これもダメだと思ってで親父に電話したらまあもうあの定ね、うん、あの妹は亡くなったと、うん、でまあこういう最後だったよみたいな話を聞いてああって思って、うん、はあ、もう本当にあの本当に頑張ってた妹だったので。<laughs> 本当に頑張ってた,だったんででまあこれあのいろいろジムのこととかもあるからで、まあ、その前にちょうど来人の,の試合のことで中田の試合がパンクラスとちょっとこううまくこう話が通,通,してなかったあ通ってなかったんで僕はパンクラスにも話してたんででそのあのパンクラスの。 中田がパンクラス来週に出ることがまだ決まってない段階で今パンクラスと話してますみたいな時だったんですよそれであちょっとしばらくちょっとあの俺どうなるか分かんないなと思ったんでこれ家族とか実家帰ったりとかいろいろやらなくちゃいけないなと思ってとりあえずパンクラスにあの坂本さんにちょっと妹亡くなってちょっとあの連絡とかできなくなるかもしれないんで。はい っていうことたんすよすぐにああのもジムのこともあのどうなるかわかんないからジムのグループラインにあの僕すぐも連絡入れたんですよちょっと妹亡くなったからあのちょっとちょっと連絡取れないからねどうなるかわかんないからちょっとジム頼むわって言って申し訳ないちょっと頼むなって連絡入れたんですよグループラインにスタッフがいるところで。 そしたら5分後に中田から電話が来たんですよぷる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 って中田からん、ね、なんだこれ、ねはいはい、このタイミングで電話ってなんだと思ってなんかえ何なんだろうと思ってこれで僕は電話取ったんですよはい、はい、大沢さんああの広高です、はい、ごあ妹さんのご収出様です <laughs> あの雷神なんですけど <laughs> 来人なんですけどあれ僕連絡取っていいですかって言田が「あああのな今ちょっと待ってくれ」って言っも今は今は今はちょっと待ってくれ俺考えられないから俺考えられないからちょっと待ってくれっていう。 あすいません、大先さん。わかりました。そうですよね。つって、中田が来たんです。っていう、すげえだろ。つって、中田がこういうこと言ったんだよ。って、広田がこういうこと言ったんだよ。って、あの、年を見に言ったんです。で、すごくない年を、あれ。めっちゃ面白いだろ。つって。広田さんらしいっすね。つって。あの、まさかの、剣を剥け落した風間が笑ってました。 ほしたでその笑った後とに「年を見な」って「お前こういう話し方しな」っつってでいろいろこういうお前ねこんだけうまくいっててこうやってうまくいって1ランドもうまくいってでまあそれでよし行くぞっていうところででまあいろいろな話もあったじゃないですか年を見にはまああの発表できてないですけどいろんな話があったんですよ。そして でそのでで僕俺も試合の2ラウンドのインターバルのところで「うん、お前なここで気抜かないようにお前絶対飛び座あるからな」ってお前の師匠がね僕に「飛び座あるからな」って言った 6, 6秒後に僕は飛び座をもらって、うん、一瞬意識が飛んで,、うん、で戻ってきた時にいろんなことをずっと忘れてて、うん、記憶とともにいろんなチャンスも失いましたって言ったら「うん、お前めっちゃ面白いじゃん」って言ったら。 まだその話できないですって言ってた。<laughs> それが普通ですか<う> <laughs> 早いぞ、ね。そ,<う>その日にもう面白い方に。って言ったら面白いじゃん。年を見 <laughs> いや、まだできないです <laughs> 年を見な。正解です。これな。これな。お前な。お前まだ言えねえだろって。お前、この話が言えるようになったとき、お前の傷が癒えたときだから。<laughs> だから、癒やすためにも、 無理やり自分で言ってみこれ、あの、言えるかな、言えるかな、と思ってたら言えないから。うん、人に言ったら、うん、人に言ったら、言えたら、うん、自分から言いに行ったら、言えるから。<laughs> 言った時に、あれあれかさぶたになってると思うんですよ。<laughs> え、はあ、で、言うううちにかさぶたがどん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 硬くなって、かさぶたが勝手に剥がれるんですよ。はあはあ、そう。 だからどんどん話した方がいいんですよ。なるほどね。はい。だからそれだったら笑えるよって。すごいですね。理論理論あの理論がちゃんとしてるアニマル浜口さんです。そうですね。しか僕のね、ほら経験値もあるから。まああの妹のこともそうですし、今までもそういうこともあのあるから。ね。うだってもうあの上坂の計量失敗とかで坊主にしたりとか。 ね、れすぐ中継出てたりとかね。いろんなことやってますから。だ、はい、からまあ、あのー、やっぱり、失敗って皆さんね、はい、これ本当に、あのー、これ大事なことですよ。はい、失敗や悲しいことっていうのは、はい、笑いに変えると、あのー、みんなも気使わないで、はい、なんかこう、気使わせないで僕大事だと思うんですよ。確かにね。そう。だからみんなって、周りの人に気使わせると、はい、なんかこう、 いろんなことが円滑じゃないし、なんかこう、周りの人って気使ってるときって結構きついじゃないですか。か言っていいのかな、言っちゃいけないのかなとかって。で、気使ってる人たちって気使いたくなくなるから、うん、気使いたくないから、しばらくそっとするっつって、うと、はいいんだなって言って、こうやってくるわけですよ <laughs> そ。そう、自分から話しすると、チャンスとかもまた来るんですよ。うん 距離を置き始めちゃうとチャンスの話もまだ今ちょっと辛そうだからやめとこうかってなっちゃうじゃないですかいい話もね今あんまりこういう話する時じゃないよねだけどこっちがかな元気でもしてるとあ今話してでもいいんだなっていう気になっていろんな話がまた普通に回りだすなんか例えば大きなことがあってもすぐに普通に回りだすんですよ で、こっちがすれしったら、全然、あの。本当に一週間とかぐらいで、もうみんな普通にやり始めるから。そうすると、日常が動き出すんですよ。そうすると、仕事も普通に来るし。あの、チャンスは普通に来るんですよ。これ、絶対大事、皆さん、これ。めちゃくちゃいい話だと思うんですけど。フォロー、あの、見てる人が減っちゃったんです。一気に減ります。あすいません。回線、回線が悪いみたいな。え僕の方が。どっち、あの、くるくる回ってる。こっち。ああ、やってああ、本当ですか。 でも、俺、前の目の前で見てますから、そう、だから、堀江、うん、選手も笑い話してたじゃないですか、ああいうふうにしちゃえばいいですよ、はいで、僕は年を見にもそういうふうに言ったんで、でも、多分あいつ、あの終わったときちょっと話してよかったですって言ってたんで、ちょっとパウンドストーム、ちょっとしゃべりすぎましたね、<laughs> あの熱い話に、あのこっちもたまにくるくるするって言ってますよ、ね。ああえ なんでだろう w i f i じゃないのかないっぱい見てないですからね <laughs> すげえ減っちゃってますからさっきから減りましたね一瞬<あ>、はい、まあいやそういうことで,、はい、で次パンクラスの木下選手と鶴矢選手ですね木下選手なんてあの来ンの時とかもね,ね、はい、あの反則負けですけど結構。はい 圧倒したんでねあのめちゃくちゃ打撃いいし組み技もめちゃくちゃいいらしいんででこれ勝って多分本人 u f c やってんじゃないかなと思うんですよねおそらくですけどね u f c って狙っていけるものじゃないんでタイミングなんで勝ってねまたチャンスつかんでほしいなと思うしあの鶴ア選手。

えなんでですか。止まるって言われてますね。クルクルあ一回切りましょうかじゃあ。あもうすげえ減った。じゃ切りましょう。切る